流行語大賞。新語・流行語大賞とは、毎年12月初めに行われる、その年に発生した言葉の中で広く大衆に浸透した流行語が選出されるイベントであり、プロ野球界からもこれまで多くの流行語が選出されてきたんです。そこで一つの疑問が生じました。プロ野球初の流行語はこれまで何があったのか。というわけで、今回の動画はプロ野球初の流行語大賞を紹介したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。はじめに、かつての新語・流行語大賞は新語部門と流行語部門の2つに分かれており、それぞれ各賞が選ばれていました。91年からは年間大賞が設けられ、94年に新語・流行語を合わせてトップ10で選出されるようになり、今の形となりました。今回紹介する流行語は、今の形となった94年以後に選出された年間大賞8号を紹介したいと思います。イチロー。もはや説明の必要がない、プロ野球史上最高の選手イチロー。そんなイチローがオリックスでブレイクした年が1994年。前年までは2軍暮らしが続き、登録名も鈴木イチローでしたが、94年に仰木彰新監督の発案で登録名をイチローに変更。名字を抜いた登録名は日本人初であり、当時としてはものすごく画期的なものでした。イチローとして迎えた94年シーズンに入ると1番打者に定着。とんでもない勢いで安打を積み重ね、122試合目でプロ野球史上初のシーズン200本安打達成。打率も当時のパ・リーグ記録となる3割8分5厘をマークし、首位打者を獲得。他にも最高出塁率、ゴールデングラブ賞、ベストナイン、勝力松太郎賞を受賞し、打者としてプロ野球史上最年少でシーズン MVP に輝きました。その歴史的な活躍ぶりは日本中にイチローフィーバーを巻き起こし、イチローの名前は94年の年間大賞となりました。頑張ろう神戸。95年1月17日に発生した阪神淡路大震災、犠牲者は6434人に達し、近畿圏の広域が大きな被害を受け、特に震源に近い神戸市市街地は壊滅的な被害を被りました。神戸を本拠地としていたオリックスブルーウェーブは、頑張ろう神戸を合言葉にシーズンを戦い、8区の勢いで勝ち星を積み重ね、見事に優勝。被災者に勇気と希望を与え、日本中を感動させました。メイクドラマ。メイクドラマの言葉自体の誕生は95年。巨人がペナントレースで大逆転するという意味を含んでおり、ナインの奮起を促すため、当時の長嶋茂雄監督によって使われ始めます。そして96年。今年の巨人は首位広島に最大 11.5 ゲーム差をつけられ、優勝は風前の灯火となっていました。しかし、7月9日の首位広島戦で9者連続安打で一挙7点を奪い、勝利してから快進撃が始まり、8月20日には首位を奪還。10月6日に優勝し、見事メイクドラマを完成させました。ちなみにその12年後の2008年には最大13ゲーム差をつけられていた阪神タイガースを大逆転し優勝。メイクドラマの再現、メイクレジェンドが完成しました。阪神ファンの僕にとってはまさに悪夢です。浜の大魔神。当時横浜ベイスターズの絶対的守護神だった佐々木主浩の愛称。98年の横浜はマシンガン打線と呼ばれた歴史的な超強力打線が爆発。投手陣は野村弘樹、三浦大輔、斎藤隆を中心とした先発陣、守護神の佐々木を中心とした盤石なリリーフで白星を重ね、38年ぶりのリーグ優勝、日本一を達成。佐々木はいずれも最終回のマウンドを任され、胴上げ投手となりました。佐々木の98年シーズン成績は51試合に登板し、防御率 0.64、 当時のプロ野球記録となる45セーブを挙げ、シーズン MVP に輝きました。横浜の優勝、佐々木の圧倒的な活躍は社会現象となり、浜の大魔神は年間大賞となりました。リベンジ。98年の甲子園で日本中を熱狂させ、大きな注目を集めて西武ライオンズに入団した松坂大輔がシーズン中に発した言葉。リベンジは今では当たり前に使われていますが、当時は格闘技プロレスで使われていた用語だったらしく、一般的にはあまり知られていなかったみたいです。K1 好きでもあった松坂は4月21日、当時のロッテのエース黒木との投げ合いで敗戦し、インタビューでリベンジしますと宣言。4月28日に再び黒木との投げ合いで見事勝利を収め、メディアに大きく取り上げられました。それによりリベンジという言葉が急速に普及。松坂はリベンジを一般に広めたことから年間大賞の受賞者に選ばれました。雑草魂。巨人上原浩二の座右の銘。この年ルーキーだった上原はシーズン通してエース級の活躍。
最終的に20勝4敗、179奪三振、防御率 2.09、勝率8割3分3厘とえげつない数字を残し、投手4冠、新人王沢村賞を受賞するなど、タイトルを総なめしました。ドラフト1位で巨人入りして1年目から大活躍。旗から見たらバラ色の人生を送っているように見えますが、実は上原は高校では無名の選手、体育教師になる夢を叶えるため体育大学を受験するも失敗し、1年浪人しながら勉強とトレーニングに励んでいたんです。そんな挫折を経験し、プロで大活躍する上原の姿は多くの人の心を捉え、雑草魂は年間大賞となりました。トリプルスリー、プロ野球において同一シーズン3割30本30盗塁を達成することを言い、達成するには高打、長打、走力が必要で、長いプロ野球の歴史の中、トリプルスリーを達成した選手はわずか10人。非常にハードルが高い中、2015年ヤクルト山田哲人、ソフトバンク柳田悠岐が達成。史上初めて同一シーズン2人のトリプルスリー達成者が生まれ、それぞれチームをリーグ優勝に導き、シーズン MVP に。見事年間大賞受賞となりました。神ってる。もともと神がかかっている状態を指す若者言葉で、当時広島の尾形監督が2試合連続サヨナラホームランを放った鈴木誠也の活躍ぶりを神ってると表現し、一気にメディアに取り上げられました。この年の広島は序盤から快進撃を続け、25年ぶりのリーグ優勝。神ってるはこの年の広島を象徴する言葉となり、2016年の年間大賞となりました。ちなみに受賞者の鈴木誠也は神ってるについて、最初はまぐれみたいで嫌だったと語っています。というわけで今回はプロ野球初の流行語大賞を紹介させてもらいました。また次の機会にトップ10に選出された言葉も取り上げていきたいですね。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。